乃木坂465期生の奥田いろはです。今日はストリートライブ第4弾イエーイ。今日はですね、私の親友でありそして同じユニットを組んでいます、タタタタタいよきまおです。イエーイ、参加させてもらいます。まおちゃん連れてきちゃいました。やった嬉しい。ちょっとラジオライブすごく憧れだったので出れて嬉しいんですけど、二人ということね、うん、二人はせーのカフェオーレというユニットがありまして、うん、某番組で、はい、飛び出してきちゃったね。そうね、ね、今回、うん、演奏させていただく場所は、うん、アトリアプラザ伊勢崎というところでですね、はい、ここはゆずさんの、うん、このストリートライブの聖地だそうです、うん、すごい。しかも全く一緒な場所で弾くと聞いて、おー、ドキドキでもね、楽しみ、なんか頼もしいです。一人じゃないっていうのもいいし、結構一緒にね練習して見たので今回皆さんにね楽しんでもらえるように頑張ります。頑張ります。ちょっとずつ今ね天気がね感じてるよね。ちょっとですね今から晴れるよ。晴れるよね。よやりますか。やりますか。あー、やん、ドキドキ。よし、じゃあガッツ入れよう。どうやってどうやって入れる。頑張るぞじゃあ、うん、いきます。はい、憧れに
張した。こんな感じなんだね。すごい、いつもこうやって一人で弾いてんだ。そうだよ。すごいわ。よかったら近くに近くで。高田です。そうなんです。おいくつくらいですか？18年。あ、同い年とか。同い年ぐらいだ。はい、19の代です。そんな可愛い女を嬉しいです。嬉しいね。次は気合いが出たね。これはドキドキですが、では続いての曲も見てください。たりしないかな。ねえ、こんにちは。こんにちはです。私たちのことを知ってくださってましたか？初めまして。知らなかった。ありがとうございます。まおちゃんって言うんですけど、まおちゃんは路上ライブが初めてなんですよ。まおちゃん。まおちゃん。そうなんです。頑張ります。いろははいろはって言うんですけど、いろはです。いろははもう YouTube の企画で3回ぐらい路上ライブをしてて。すごい。そうなんです。だってここは有名だね、うん、あ、ここそうなんですよね。やって頑張ってもらいたい。はい、光栄です。じゃあ続いての曲、はい、聴かせていただきます、うん。
願いします。よいしょ。ありがとう。嬉しい。ありがとうございます。それでは聞いてください。では5期生曲の少し切なめなソングになっておりますので、ぜひ聴いてください。いきます。じゃあ寝てなぜ切ないんだろう、また明日幸せだと思う。アンティークな壁時計の調子が気づかぬうちにあっという間に進んで、あれ壊れてるんじゃないか。そうクスクスと笑ったマスターなんて呼び方、今時誰も言わないけど、カウンターの奥から見守って、じゃあ寝てなぜ切ないんだろう。
とうございます。たくさんいろいろ弾いてきたけど、うん、なんかまだ終わりたくないな、ね、ありがとうございます。最後に、はい、聞いてください。せーの、錆びたコンパス。何も始まらない、引き倒れたってそれら本望だ、立ち止まってるより前へ進め、心たず半ばに挫折しても一度くらい夢を見てた方がマシだ、行ったことのない地平線の先を努力した果て何を思う、太陽がいつか燃え誰もみんなやりたかった何かをやり残すものなんだ、絶対行き倒れたってそれで本望だ、立ち止まってるより前へ進め、志す半ばに挫折しても一度くらい夢を見てた方がマシだ、見たことのない地平線の先を努力した ありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube で見てみてください。ありがとうございました。嬉しい。日曜日のとか見てました。楽しい。ほら、ご期生の、はい、ちゃんと誘いで見てるんです。ありがとうございます。嬉しい。ご期生のプアさんです。おばさんだけど本当です。そうです。綺麗だよね。みんなご期生美人揃いだよね。かわいい。嬉しい。しい。ありがとうございます。はい、終わりました。もう初めての路上ライブだったんだけど、うん、ドキドキだったね。最初すっごい緊張しちゃった、うん、ドキドキだったんやけど、うん、すごく憧れてたので昔から、うん、なのでできて嬉しかったし、うん、最後の方にはたくさんお客さんも来てくださって、うん、楽しかったですね。なんかこう私たち知ってる方もそうじゃない方も止まって聞いてくれて嬉しかったし、また来たいですね。はい、歌いたいね、ぜひ。じゃあまたいつかどこかでお会いできるように皆さんいっぱいお散歩してね。チャンネル登録、高評価お願いします。バイバイ。